ボンソワール、エブリバン。今回はパリからお届けしております。こちらは浅野さんは東京からということで。日本です。はい、浅野です、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、パリは何時ですか？パリは今、10時。10時20分ですね、パリで。ニュージーランドの状況、映像を見ると、綺麗に晴れてますね。1日延期になったけど、ちょうど。あ、そうですね、確かに。はい、僕、今、パリはワールドサテライトビジネスウィークで来てますけど、昨日の段階、2日ぐらい前の段階で、めっちゃいろんな人に明日上がるからっていうふうに言いまくってしまったんで、今日は1日延期になりましたっていろんな人に全部言わなくちゃいけない。今回はですね、ロケットラブにとっても記念すべき30回目の打ち上げだ。あ、そうなんですか。はい、そういうそのいい機会に恵まれたって感じがしますよね。そうです、30回が早い、すごいペースなんです。すごいペースですよ、本当に。我々は3回目なんで、そういう意味だとね、10回に1回我々使ってもらってるって感じですね。そうですね。今回もすごい無茶な要求を聞いていただいて、直前での変更とか。そうですね。ロシアの話からですよね。もともとこのストリックスワンの打ち上げはソユーズで計画していたと。ところが、ロシアが今、ウクライナ侵攻ということで、日本の衛星は、商業衛星はロシアへの輸出が禁止されて、ロシアで使えなくなって、さてどうしようというところで、ちょうどロケットラブの、改めて契約したわけじゃないですけど、バルク契約の中で、ちょうどこれ乗り換えることができたと、それに迅速に対応してもらったということで、いつもロケットラブはやっぱりフレキシビリティがあるなと。でもなんかいつも直前でこう何かしらに変化が起こって、いつもロケットラボが最後変えてくなんか対応してくれるっていうので、なんとかしてくれるっていうのはね、毎回それですよね。なんかはい、そうですね。ありがたいですね。ありがたいですね、本当に。我々は今回もあれですよね、パッド B という新しい方の射程から打ち上げられるんですね。やっぱり言うと A の右側ですね。こんな近いんだ、2つの射程。いや、同時に打ち上げることじゃないんで、準備をしてるだけだから、すごい近いですよ、確かに。どれぐらいでしょう、200メーターぐらいしかない。お、あと6分。すげえな、これ。でもなんか毎回あれですね、これ YouTube、ロケットラボの YouTube でこうやって見てると、全く、なんだろう、実感のないまま進んできますよね、打ち上げは。いやね、これやっぱね、本当に現場に行かないとね、やっぱその緊張感はね、味わえないかもしれませんね。この遠隔で見ててもね。って言いながらもう3回目ですけどね。そうですね。同じ会話をして。はい、いやこう、打ち上げでこんな緊張しないのって本当にもう信じられないですね。でも初回の時はなんか、浅田さんすげー、もうちょっと緊張してたかな、確かに。でもやっぱりこう、同じ空気感にない、空気感じてないので、ちょっとそこは違う。現場に行くともうちょっとピリピリしちゃう感じです。確かに。これがね、きちっと打ち上がると、我々の衛星の体制も、これとこう、と。そうですね。ありますね。今までの2機は、やっぱりこう、技術実証目的っていう感じで挙げてましたけど、今回のこの3期目からはこのビジネス拡大のための実証っていうのちょっと位置づけ変わってきてるんで、だいぶ今もうすでに契約をいただいているお客様たちにもこれで安定してデータの提供ないしソリューションの提供できるようになっていくというところ。ベータとあんまり変わらない、実質的には変わってないけど、ただね、スラスター増やしたりして軌道の制御能力を上げたり、あとバッテリーも増やしたりして、やっぱりベータですごいこう運用のところがなんていうか我々ノウハウをいろいろ詰めたというかありましたね。なんかアルファも最初の時結構いろいろなんかパタパタしてましたけど、ベータでだいぶそこら辺改善して、ね、これでまたワンでその辺がグッとこう確立するっていうですね。はい、やっぱアルファからベータへの進化ってすごかったですよね。そうですね、ベータからワンエアの進化もまたすごい期待したいですけどね。この辺やっぱり
短いサイクルでどんどんこう向上していくって、この辺がこうなんかスタートアップの真骨頂って感じですよ。そうですね、結構いいペースですよね。もうね、4年半、2018年の2月創業なんで4年半です、ね、結構いいペースで3件まで来ました。10秒前。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。マヒアが綺麗に映ってる。今日は本当にクリアじゃないですか。これもうマヒア、確かになんかこういう絵見たことないかもしれないですね。マヒア半島が全てが今見え始めましたね。おなじみのあのなんだっけ、この噴射の炎がこう広がっていくんで。そうですね、高度が上がっていくことがよくわかりますね、これでね。今回ってエレクトロン自体はなんか進化してるんですか？いや、あんまり変わったって聞いてないですね。あの、まあ、やってるのかもしれないけど、あのちょっとその辺の細かいことは伝わってきてない。大きな変更があると伝わってきますけど、今のところそういう大きな変更はしてないんで。別にもうあの3回目だからいいやって言って、浅田さんがチェックしてないとかそういうことではない。いや、そんなことないです。そうです。おお。あ、すげえ、でもこんないつまでも、すげえな、これやっぱ地図で。本当に Google Earth でこうどんどん引きで見ていくみたいにめっちゃ見えるんですね。今日は本当に綺麗ですよね、ずっと。星にね、2段も着火して、うん、今のところすごく順調ですね。わ、今ね、ペアリングが分離された状況が、はい、本当だ、綺麗に落ちていくのが、今日はやっぱりすごくなんかクリアですよ、ね、そうですね、今までこんな見えなかったですね、うん、この次のイベントとして、あの、はい、バッテリージェティッションって書いてあるのがありますけど、これはロケットラブだけのというか、このエレクトロンだけの特徴ですね。あのバッテリー、ジェティッションって今このエンジンに燃料を送ってるターポンプじゃないな、普通の電動ポンプですけど、それのための、バッテリーがあって、それを、ある程度消費したら切り離すという、他のロケットでは全くやってないことで、他のロケットはポンプをバッテリーで動かしてるわけじゃなくて、ターポンプっていって自分の燃焼ガスとかで回してるので、このバッテリーを搭載することないわけですね。これなんで、これなんか電動ポンプ使うメリットってどういうところがあるんですか？ありますね。あのエンジンの開発とポンプの開発を完全に切り離して考えることができるので、非常に開発が楽に、はい、ね、うん、あの普通タワーポンプ使うと、そのエンジンの主燃焼とタワーポンプの燃焼が、複雑に絡み合って両方が一緒にないと開発できないんですけど、ポンプだけ単独に切り離せるので非常に開発がやりやすいです。それ今まで逆にそれが対応されてなかったのはあれですか？バッテリーのスペースとかそういうところですか？バッテリーの性能的な。バッテリーというよりもモーターの性能、電気モーターの性能と、あとは大型ロケットには適してないですね。無理ですね。つまり大型ロケットの、に燃料を送るほどのパワーはまだ作れない。つまりスペース X とか H2 とか。アリアンそういう大型ロケットには適用できないですね。その小型だから適用できるというですね、うん、そのね、電動ポンプ使ったことによってすごいそのメリットがあったのが、ストリックスベアルファとベータの間で、エレクトロンの打ち上げ能力がガッと向上したんですよ。その理由がバッテリーが高度化したんです。つまりバッテリーが軽くなったので、ロケットの構造が軽くなった、それで打ち上げ能力がぐっと上がったっていう、これはねすごいですね。他のロケットでありえない。これから先もあの電池がどんどんこう発達すると、電池が軽くなっていくとエレクトロの打ち上げ能力がどんどん上がっていくということになりますね。
なるほど。電気自動車がもうかなり今普及してきてるからバッテリーの開発競争も激しくなっているので多分すごい軽くなっていくんじゃないかなと思うんですけどね。安くなっていくし、うん、これは狙い目としてはすごくいいところになったと思います。さすがロケットエンジニアですね。今はもうがぜん、あ、もうじゃあ自分もロケットサイエンティストになろうっていう少年が増えたと思うんですね。いや、それだとね、このロケットラブの社長ピーター・ベックはすごいですよね。多分高校生とかもしかしたら中学生ぐらいの頃から来るから自分の庭で多分ロケットやってますよ。独学ですからね。独学でここまでやったってのはすごいと思う。すごいですよね。しかも上場までしてますからね今年。はい。この人は別に大学でロケット学んだとかそういうことやってませんから、全て独学ですから。すごいですね。だから基本的なそのいろんなその技術が必要だけど全て自分がやる必要ないわけで、ある規模のところだけ突き詰めればいいわけで、まあ、それは今インターネットも発達してるし、実はもう家で勉強できるかもしれないですよ。あとは実験して失敗して成功の繰り返しだと思うんです。多分この人もそういうことはたくさん経験して今があるんだと。あれですね、テレメーターの、その画像の受信範囲を超えそうなので、全然映らなくなりましたね。しばらくはあのロケットからの映像は来ないですね。あとはこの後ずっとコースティングして、コースティングっていうのはエンジン消した後にずっとそのまま完成で飛行してヨーロッパのあたりまで行った時に多分また映像が出てくるんじゃないかと思います。さあもうすぐ最終段の着火です。あ、最終段の燃焼が始まってますね。あ、分離した。よし、本当かどうか分かんないけどとりあえず GG です。はい、ロケットは終わったな、うまく。はい、おはようございます。無事に、はい、無事に3機目の軌道投入が成功したということで、YouTube の最初の方でも言いましたけれども、結構ビジネスが拡大していくための基盤ができたということで、まあそうですね、データの整理にしてもソリューションの提供にしてもここからいろいろ本格化できると思いますので、ぜひ一丸となって頑張っていきたいと思います。あの、よかったですね。明日のパネルディスカッションでも胸張っていろいろ言えるんで。そうですね、ちょっと今から質問の質問の回答を考えなくちゃいけない、はい。まあ、パネルしっかり頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、ではおめでとうございました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。